バルバ,バルバリア海岸バルバリア海岸またはバーバリー海岸はヨーロッパ人が16世紀から19世紀にかけベルベル人の住むアフリカ北西岸一帯を指して用いた名称である現在のモロッコ、アルジェリア、チュニジア、リビアといった北西アフリカ一帯の海岸及び都市群にあたる地域で現在は主にマグディブと称されるバルバリアとはベルベル人の土地のことで 17世紀から20世紀の間にヨーロッパで作成された地図では内陸部を含めた広い範囲に当てられていた名称である。この地域は地中海や北、大西洋に暗躍し船や各地の海岸を襲ったバルバリア海賊の拠点となった。彼らはヨーロッパやアメリカ、サブサハラアフリカで奴隷や物品を略奪するバルバリア奴隷貿易を行い、 バルバリア海岸を名目的に支配していたオスマン帝国やヨーロッパ人や未承認に売り飛ばした。こうした海賊は長らくヨーロッパにとって脅威であったが、次第にスペインやフランス、イギリスなどの海軍に相当されたり、バーバリ戦争でアメリカに敗れるなどして弱体化し、1830年にアルジェリアがフランスに征服されるに至って海賊は消滅、バルバリア海岸の名称も消えていった。 乱暴ンン沖でのアルジェリア戦と、マルタ騎士団の海戦、1719年バルバリアは、必ずしも政治的に統一された地域ではなかった。16世紀以降は、オスマン帝国領アルジェリア、オスマン帝国領チュニジア、トリポリタニアが拡挙していた。これらを実質的に支配していたのは、アルジェリアのパシャやデー、チュニジアのベー、トリポリのベーを名乗る海賊たちだった。 バルバリアの名称が用いられる以前、この地域の東部は、イフリーキア、西部は、モロッコと呼ばれていた。中部にあたるアルジェリアは、トレムゼンや、ティアレットを中心として栄えていたが、たびたびムワヒヒドチやハフスアザといった強力な、ベルベル人国家の支配を受けた。当時、バルバリア地域で最も大きく栄えていた都市は、モロッコのマラケシュだったが、ヨーロッパからは、リビアのトリポリ、もしくは、 アルジェリアのアルジェ、モロッコのタンジールが首都、もしくは、中心都市と認識されていた。バルバリアでのキリスト教徒奴隷への取引、アメリカ合衆国は、トリポリのバルバリア海賊に囚われた、アメリカ人奴隷の解放とオスマン帝国属州での、海賊行為を根絶するため、第一次バーバリ戦争を起こしたが、この時行われた1805年のダーネの戦いは、アメリカ海兵隊や海軍にとって、 国外で行った最初の陸戦である。ありがとうございます。